オリエンタルランドから手紙が来ました。はい。ここはね、配当金。ね、配当関係と株主優待関連の書類と来てるんですね。これね、これ買って5年です。ね、で、えー、っとね、私が持ってる方では古い方なんですけど、えー、これね、一応買い直してるんですね。で、も、もともと60万円ぐらいで買いました。はい。 で、えー、それが途中で株式分割されて、五分割されました。はい。ね、で、あとね、ニーサニーサ制度がね、あのー、発生しましたね。最初買ったとき、NISA ってなかったんで、特定口座というやつで買って、でニーサ口座に切り替えるときに、そのときにね、ちょうど110万になっちゃったかな。うん。はい。で、そこからのか、あのー、カウントにな,なります。 それが、えー、と今から、ねえー、5約5年前、2018年からに、えー、買い直しています、はいで。その110万の段階でもうすでに、だいた大体倍ぐらいの値段になっていたんですけど、えーまあ、そこ一応その110万が基準ですね。はい、基準となります。でで現在はちょうどお260万になります。110万に対して260万。で、利益が、えー、150万になっています。 はい、で利益率が137.53%、はい。これは、ねえー、最大値よりがちょっと下がってますね。もっと上行ってました。はいえー、時価が千あ260万じゃなくてもっと行ってました。280万ぐらいになってたんで,で、えー、5年間で130%っていうのもかなり優秀な銘柄です。オリエンタルランド。で現在、えー、価格が5200円となってますので52万あれば。 ただし、えー、っとね、5分割し,し,してますから、えー、もともと私持ってたのは100株なんですけど、それが、まあ、約 500, 500株になってるんですけど、その株主に比べると、えー、なんだ、はいあの体の、ねえー、効力発するのに3年かかってしまうという欠点があります。それを理解した上で、えー、オリエンタルランドの株を買った方がいいと思います。ここをね、ちょっとよくしてあげると、 あの株価はもっと、ね、上がるし、お客さんもいっぱい来ると思うんだよね、うん、ここが、ね、ちょっとポイントだと思います。ですから、52万、ね、あの投資してくれるんだったら、1年間に1枚もうすぐ出してあげた方がいいと思います、3年待ちってどうかなと思います。はいでえー、もともと長く持ってる、まあ、僕の方うにたまたま株価が上がってくれたんですけども、それが気がつけば260万までになってると。 いうことですねまあ、500株になってますから。ということは、まあ、1年間に1枚じゃなくて、2枚か3枚か4枚か、ちょっとね、よくしてくれるといいかなという,いうことがあります。はい。まあ、あのこの間行ってみましたけど、すごい混んでるんですよね。まあ、確かにね、あの制限が解除されたから、いっぱい来たのしょうがないと思うんですけれども、あの、絶対ね、いい、いいと思いますよ。売り上げもすごくいいし。それと、 あのまだまだね、どんどん開発し,していかないと、やっぱりお客さん飽きちゃったらね、あのダメな仕事だと思うんで、ぜひね、えーあの、資本を集めるようなことが必要だと思います。それこそ、ディズニーランドを,をあの、えー、千葉のね、浦安に置いとくだけじゃなくて、それこそ大阪にも、仙台とかね、あのー、作ってもいいんじゃないかなと思いますよ、北海道でも。ね、もっとね 数を増やしてあげたらど1かなとう、ね、一箇所、東京ディズニーランドっていうじゃなくてね、例えば横浜ディズニーランドとかね、そういうのもあってもいいんじゃないかなと思いますね。横浜からだったら大体電車で1時間ぐらい行きますね。で、大阪からだとね、やっぱりね、往復新幹線代、ね、3万円ぐらいしちゃうしね、えー、で、宿泊したりとかもしたらあれなんで、やっぱりね、大阪とかにも欲しいところですよね。はい 大阪には USJ があるんですけどね、うん、USJ 行ってみると分かるけどやっぱりオリエンタルランドにはかなわないディズニーランドにはかなわないですよ絶対的に、うん、だってだって USJ だったら1日で3回転ぐらい回れるんですよ絶対でもディズニーランドはやっぱりね1日かけて全部回りきれないんですよねはいでディズニーシーもそうですでそれがだから ね、今度3つ目がオープンするんでね、あれなんですけど、でそういったね、その、あのなんていうの、その中のな内容がね、やっぱりね、レベルが違うんですよね、はい、USJ と比べると、はい、両方行,行ったことがある人は分かると思うんだけど、ぜひとも、オリエンタルラントね、まだまだ頑張って、えー、どんどんね、増やしてほしいし、もっとねあの、東京だけじゃなくてもいいんじゃないかなと思いました。はいではね、ここにはね、実はね、4枚入ってます。 はい、でこれを開封してしまうと、ねあの、売ることができないんですよ。あの金券ショップで、ね。金券ショップでこう開封しないとダメなんです。はい、だから、これはとりあえず開けないでおきます。はいねえー、中にはその、えー、おそらく優待券が4枚入っています。僕はあの500株持ってて、5年間所有してますからね。あのその内容で、えー おそらくパスポートが4枚入ってます。はい。今はちょっと開けません。お見せできないんで残念なんですけど。はい。えー、オリエンタルランドの、えー、株主優待券の、えー、手紙が内容、内容物が来たという、えー、ご説明,説明でした。では以上です。